はいどうも、リュウシです。スカウトの調査力 C 縛りで日本一を目指すペナント第12回になります。縛り内容は概要欄を見てください。前回は惜しくも4位ということで A クラスを逃してしまったので、まあ今年こそはねと思っていた矢先にエースの大迫くんが FA してしまうというね、悲しいお知らせが入ってきてしまいました。せめてポスティングでね、海外に行ってくれればお金が入ってくるのでいいんですけど、まあ嘆いてばっかりもねいられませんので、ドラフトを早速ですが見ていきたいと思います。もうね、主力の年齢が年齢なんでね、そろそろ若手で怪物級の選手が欲しいなと思いますので、まずはね投手から見ていきたいかなと。社会人ナンバーワン湯沢くん、スライダーはえぐいですね。まあ、3球種あって、まあ、エース級大迫くんの代わりになるピッチャーがいればいいんですけれども、悪くはないけど、もうちょっとコンスタ、球速が速い怪物がいればいいかな。岩下くん、カットボールは優秀ですが、で153キロ、球も速いですね。もう1球種何かしら欲しい。お、なんて読むんだろう、その読み方が分かりませんが、スタミナ A の149キロと、左腕ですね。縦スラ横スラがめちゃくちゃ優秀、悪くはない。おお、白浜くん、特に2つなーみたいなのはついていませんが、先発中継ぎ両方できて、カーブが7、カットボール4と、146キロもまあそこそこで、特殊能力もね悪くなさそうですね。白浜くん、いいですね。お、星ヒューマー、145キロのサイドスロー、こちらも先発中継ぎ両方できて、でナックルカーブにチェンジアップと、奪三振があるのもいいですね。スタミナがもうちょっと欲しいかな。広池くん、関東の剛腕、156キロ右腕で、シュートが決め球ですかね。ツーシームもあって、特殊能力がもうちょっと何かしら欲しいかな。まあ、リリーフとしては悪くない能力だと思います。せいやくん、瀬谷くん、フォーク6とめちゃくちゃ落ちますね。147キロでコンスタもそこそこ高いと、せいやくんも先発で使うには悪くないかな。大卒が結構良さそうですね。高卒はどうでしょう。伊賀くん、151キロ、サワと。スクリューが5。特殊能力も悪くないですね。伊賀くん。田川くん、スタミナがありますね。148キロ、カットボールが優秀で、ナックルボーラー。ナックルボーラーは地雷かな。浜野くん、夏ベスト8で3球種、スライダー、スラーブ、シュートと。特殊能力も良さそう。もうちょっと球速が欲しくて、先発、やるにはスタミナが低すぎますね。あ、甲子園優勝投手、読み方が分かりませんが、151キロ。中継ぎですね。対左に強いと。まあ、悪くはないけどね、先発がいいかな、どっちかっていうと。投手はこのぐらいか。まあ、怪物はいませんでしたが、まあ、そこそこいい大卒とかは結構いましたね。次に野手を見ていきたいと思います。野手はね、浦田くんがもう32歳なんでね、若い大砲が欲しいところ。山野くん、ヒートパワーが高いキャッチャーですね。対左にも強くて固め打ちと、弾道が3ぐらい欲しいですね。まあ、悪くはないと思います。高杉くん、大学ナンバーワン内野手、ミートが高いですね。固め打ち、走塁ビート、守備は低いですが、まあ悪くないかな。能力としては、二見くんがねサードで、二見くんももう32とかなんで、まあ、年齢的にだんだん厳しくなってくるので、若いサードも悪くない。菅谷くん、守備がいいですね。ショート、全日本準優勝で、まあ、打撃がちょっと弱いかな。能力、ショートをやる分には問題ないですし、弾道も3あるんでね、で、まあ、将来的には打撃も良くなるんじゃないかなと。悪くはないですね。熊倉くん、めちゃくちゃ足の速いショートですね。
俺左打ちの方が絶対良かったでしょう。ミートパワーは低いと。新井くんパワーは低いですけれども、ミートはそこそこ総力型が強くて、ガイアは問題なさそうですね。刹那は特についてないと。江原くん関東の大砲、高卒キャッチャーですね。ガイアもできるということで、さすがにちょっと厳しいか。パワー型は強いですが、あとは F と。野手もこのぐらいですね。まあ、怪物が今年いなかったんで、ちょっと、どうしようかなと、考えていきたいと思います。ドラフト1位に大卒左腕の白浜くん行きたいと思います。まあ、カーブ7、カットボール4と、変化球は良さそうで、先発中継ぎできて、まあ、左腕っていうのが、まあ、一番いいですかね。内角攻めクイックシート、まあ、特殊能力も悪くはなさそう、契約金も一応5000万と安いんでね、白浜くん行きたいと思います。統合しないでほしいですが、どうでしょうか。西武と2球団競合ですね。他新井くんと広池くんと。いやー、今年はどうだろう、引けるかな。去年は引いたんですが、いや白紙はきついな。外れ1位ですけれども、野手ですね。大学ナンバーワン内野手の高杉くんいきたいと思います。ミートが高い三塁手ということで、二見くんがね、もう年齢も年齢、まだできると思うんですが、ちょっと若手のサードをね、取っておきたいかなと思いますので、高杉くんを外れ1位でいきたいと思います。ドラフト2位で社会人ピッチャーの、星飛馬くん獲得したいと思います。右投げサイドですね。ナックルカーブが優秀、チェンジアップも4とそこそこあって、まあ、球速はそんなにないですが、奪三振、持っているということで、星くん2位でいきたいと思います。ドラフト3位で大学生リリーフピッチャー、みぞろぎくん指名したいと思います。まあ、コントロールは低いんですが、154キロと、球は速くて、カットボール、カーブと、悪くはないですね。特殊能力も左に強い球持ちということで、悪くはないと思いますので、3位でみぞろぎくん行きたいと思います。ドラフト4位で高校生キャッチャー、江原くん指名したいと思います。そんなに強くはないんですが、関東の大砲ということで弾道が高いので、まあ、急成長にも期待してね、まあ、キャッチャーでは使わないとは思いますが、今4番打ってるね、野々垣くんもね、まあ元々そんなに強い選手ではなかったので、まあ、江原くんにも覚醒を期待して、指名していきたいと思います。ドラフト5位で社会人ピッチャーの広上くん指名したいと思います。先発中継ぎできて150キロ超えています。コントロールは低いですけれども、まあ、特殊能力も悪くなさそうでね、まあ、名前にも神ってついてますんで、期待して指名していきたいと思います。ドラフト6位で高校生ピッチャーの臼田くん指名したいと思います。対左に強い左腕ということで、先発中継ぎできまして、ツーシームとスローカーブ、まあ、もう一球種何かしら覚えたらね使えそうだと思いますので、臼田くん行きたいと思います。今年はこれで終了したいと思います。さあ FA ですね。大迫くんが、いますので見ていきたいと思います。大迫くん28歳、年俸1億6000万ですね。まあ去年はちょっと微妙でしたが、間違いなくチームのエースだったので、これがいなくなると結構厳しいですね。唯一の規定到達者だったので、まあ、その分のイニングを誰で稼ぐかという話になってくるんですが、せめてセリーグに行ってほしいですね。大迫くん中日ですね。セリーグ行ってくれた。いや、さすが。まあ、移籍しちゃったものはしょうがないですが、セリーグだったんでね、まあ、新天地で頑張ってもらいたいかなと思います。パリーグめちゃくちゃ補強してるやん。今年の自由契約で、小村くんと竹野くんが、お互いね西武に拾われていますね。まあ、ちょっと枠の都合で本当は契約したかったんですが、能力的にもまだまだ強い、ベテランの2人だったので、まあ、ちょっと同じパリーグですけれども、まあ、頑張ってもらいたいかなと思います。助っ人ですけれども、まあね、先発大迫くんがいなくなってしまったので、今年はね、先発ピッチャーを探してきてもらっています。
誰かしら獲得したいかなと思います。今年は大金を使います。アメリカの左腕ですね、ヒル投手を獲得したいと思います。防御率 2.38 の16勝、なんといっても、最高速球速163キロということで、コンスタも申し分ない、変化球も3球種で、総変化10と、これ本当だったらめちゃくちゃ強いですので、活躍を期待して4億払っていきたいと思います。頼むぞ。さあ、13年目のシーズンの開幕となりました。メンバーをね、見ていきたいかなと思います。投手ですけれども、ローテーションは大曽根くん、後藤くん、そして新加入のヒルですね。で、綾部くんに川原くん、戸塚くんと、まずこの6人で、いきたいと思います。そして中継ぎですね、藤枝くん、金指くん、丸木くん、二平くん、西脇くん、小田切くん、小倉くんと、いう7人ですね。そして守護神はいつもの通りぬぶしくんということで、ちょっと高齢化も、見えてきていますが、こちらのメンバーでやっていきたいと思います。そしてスターティングオーダーですけれども、今年はちょっとね、攻撃的なオーダーとなっております。1番吉崎くん、2番浦田くん、3番三枝くん、4番野々垣くん、5番二見くん、6番バルガー、7番小西くん、8番江本くん、9番シンボリくんということで、打順をちょっといじってね、2番に強打者、打順となっております。というわけで、いつもの通り能力が確定するオールスターぐらいまで飛ばしていきたいと思います。さあ、ルーキーの能力が確定しましたので見ていきたいと思います。まずは1位の高杉くんですね。赤徳三振閉殺持ちということで、まあ、ミートはね、思った通り、そこそこ高かったんですけれども、特殊能力が弱いということで、まあ、今ねノリノリになってるので、1軍で、スタメンで使っておりますが、ホームラン2本4割3分3厘と成績は非常にいいですね。続いてドラフト2位の星くん、ですけれども、青徳がキレ丸奪三振リリース丸と、非常に優秀ですね。乱調はあるものの、変化球もね、3球種になって、スタミナも結構そこそこありましたので、まあギリギリ使えるかなと思ったんですが、18.0 の2敗ということで、ちょっとまだ1軍では早かったかなという感じです。続いて3位のみぞろぎくんですけれども、乱調持ちということで、まあ、球速はね150キロを超えていたんですが、その辺がちょっと厳しいかなと。特殊能力がねもうちょっと強ければよかったんですが、なかなか厳しいかなという感じです。続いて4位の江原くんですね。高卒キャッチャーですけれども、まあ、打撃力期待しておりましたが、プルヒッター持っておりましたね。これはまあ悪くはない、まあ、キャッチャーはいいなんでね、キャッチャーで使うの微妙なんで外野で使う方がいいかなという感じですね。続いて5位の広上くんですね。一発があるのがちょっと微妙ですね。球速安定は悪くないですが、力配分一発ということで、スタミナはそこそこ、3球種になって147キロということで、コントロールもちょっと低いかな。あ、まだね、高卒だと思ったら社会人でした。ちょっと微妙かな。先発で使うには、能力足りないかなという感じですね。最後に高卒ピッチャー臼田くんですが、至急スロースターターということで、赤徳は微妙ですね。まあサウスポーで対左に強いということで、左キラーになってくれればいいんですが、ちょっと弱いかな。まあフォーク覚えたんでギリギリ、なんかアンダースロー向きとか言われてますね。プロになってない方、オーバースローからアンダースローに変えて通用するのかどうか分かりませんが、いや今年のドラフトちょっと微妙でしたね。競合したルーキーの能力を確認していきます。まずはくじを外した白浜くんですが、伸び F シュート回転はあるものの、まあ、逃げ球クロスファイヤー内角攻めと、なんかめちゃくちゃ左ピッチャーのクロスファイヤーが強そうですね。変化球カーブは7はなかったものの、まあ、5ということで、まあ、新しくフォークも覚えてますね。
まあそこそこ強いかな。赤徳も微妙ですが青徳が強いということで面白い選手だったかなと思います。続いて大卒ピッチャー広池くんですね。2球団競合でしたが150キロ超えており球速安定要所丸ということで、なかなかリリーフとしては優秀ですかね。まあコントロールがちょっと低いのでそこがどうかという感じですが、悪くはない能力だと思います。続いて2球団競合の新井くんですね。青徳は結構優秀、逆境丸カット打ちヘッドスライディングということで特殊能力は悪くないですね。基礎能力も、まあ、肩がちょっと思ったより、結構低いかなという感じですが、その他は、まあ、悪くはないかな。基礎能力が上がれば、結構強そうな選手ではありますね。助っ人のヒルなんですけれども、まあ、球速は、ね、163もなかったんですが、まあ、152キロと悪くはなく、スタミナもあってね、変化球も3球種で、まあ、変化量はちょっと少ないんですが能力的には悪くないですね。ただ特殊能力が何もなくて、成績もちょっと打たれすぎで 5.10 ということで微妙な感じで、ちょっと1軍2軍行ったり来てるんで帰国する可能性ありますね。13年目のシーズン終了しまして5ゲーム差の3位と、いや惜しかったですね。今までで一番、いいところまで行ったんですけれども、楽天に惜しくも優勝を持っていかれました。まあクライマックスシリーズはねファーストステージであえなく敗退してしまったんですけれども、今年はね73勝66敗と、貯金が7作れております。最後にね3連敗したことでもう万事休すという感じでした。うまくいけばね、最後うまくいったら優勝いけたんじゃないかなという感じでしたが、まあ、昨年よりも順位上がったので、まあ来年こそはという感じですかね。それではねシーズン成績の方を見ていきたいと思います。一応チーム防御率チーム打率ともにねリーグトップなので優勝してもおかしくないかなという感じなんでしたが、惜しくも勝てずと、まあ、大迫くんが抜けてねちょっと先発、まあ、今年も大曽根くんだけ規定に乗ってるという感じで、やっぱ層がちょっと薄くなっちゃったかなという感じです。まずは投手から見ていきます。大曽根くんですね、今年は多分初めて規定に乗ったんじゃないかなということで、まあ、防御率は 4.50 と高めですけれども10勝7敗ということで、まあリーグ全体が蛇行になっているので 4.50 でもまあ悪くはないのかなという感じですね。勝ち越してもいますしまだ若いんでね、まあ、頑張ってくれたかなという感じです。そして後藤くんですね、2年目でしたが、まあ、こちらもね 4.64 と防御率は高めなんですが、10勝4敗ということで、2桁勝利ですね。まあ、能力はね非常に強いので、まあ一応後藤くん大曽根くん若い2人が頑張ってくれているかなという感じです。そして綾部くんですね、防御率 4.69 の6勝5敗ということで規定には乗っておりませんが、まあ、4.5 前後だったらいいのかなという感じですね。そして川原くんですね、防御率 3.87 と、まあ、先発の中では唯一の3点台ですね。8勝6敗ということで前半苦しんでたのでちょっと1軍から落ちてる期間があったので規定には到達しておりませんが、まあ、川原くんも、後半からはなかなかいいピッチングをしてくれてましたね。そして助っ人のヒルですけれども、まあ 5.10 で5勝8敗ということで期待よりは活躍してくれませんでしたね。でそしてやっぱりシーズン終了時に帰国してしまいました。もうちょっとちゃんと使ってあげて来年も契約した方が良かったかなとちょっと後悔してますね。先発は以上の5人が、ね、割と多めに回してってもらって、あとは小松くんが 3.94 の2勝4敗、で深津くんが 2.35 の1勝3敗と、まあ、この辺がね、シーズン終盤にノリノリになって、まあ、活躍してくれたかなという感じです。
守護神犬伏くんなんですけれども、今年はだいぶきつかったですね。 4.62 の36セーブということで、まあ、セーブ数こそ、リーグ2位なんですけれども、防御率が、崩壊しちゃってますね。犬伏くんがもうちょっと頑張ってくれれば、この6敗っていうのがね、非常にでかかったですね、今年は。中継ぎなんですけれども、金指くん、ルーキーイヤーから3年連続で、まあ、最優秀中継ぎ獲得していると思います。まあ、防御率こそね、3.25 とちょっと高めなんですけれども、47ホールドということで、まあ、前半は非常に調子が良かったんでね、そのまま行ってくれれば良かったんですが、後半ちょっと打たれることが多くなってきてしまいましたね。続いて小田切くん、こちらは、割と安定していましたね。防御率 2.21 の40ホールドということで、まあ、金指くんと2人でね、今年も勝ちパで頑張ってくれました。まあ、同期2人でね、なかなか、強い選手ですので、この2人が、まあ、長い間中継ぎ陣を引っ張ってくれるといいかなという感じですね。そして藤枝くんが、まあ、先発やらせても良かったんですが、まあ、中継ぎで結構頑張ってくれたので、今年はね、中継ぎで 2.98 の4勝2敗11ホールドということで、まあ、悪くはないんですけれども、まあ、先発、来年はちょっと先発やらせてみようかなと考えてます。あとは、まあ、岡村くんが防御率 3.54 の7ホールド。藤井くんが、まあ、途中からね、1軍に上がって防御率 1.78 の3ホールドということで、この辺は結構安定してましたね。丸木くんが、まあ、こちらもドライ1なんでね、もうちょっと頑張ってもらいたいんですけれども、6.75 ということで、なかなか厳しいですね。あとは、そうですね、ルーキーのみぞろぎくんも、まあ、途中でね、ノリノリになったので1軍で使っておりましたが、まあ、5.06 ということで、ちょっと厳しかったですね。ちょっと先発の防御率が高めなんですが、これでもリーグトップの、防御率なんで、まあ悪くはないのかなという感じです。続いて野手ですね。野手、チーム打率も、まあ、一応リーグトップということなんですが、まあ、やっぱりね、得点、ホームランが、リーグで一番少ないということで、得点がダントツで少ないですね、リーグで。まあ、打高っていうのもあるんですが、結構打ってるには打ってるんですが、点が取れないという感じですね。打率順で見てみると、まあ、チーム打率1位がまさかのシンボリ君。まあ、去年ね、アベレージヒッター獲得しまして、打率3割2分9厘の7本塁打ということで、まあ非常にね、打てるキャッチャーとして成長してくれました。まだ20代なんでね、来年以降も優勝するまでちょっと引っ張ってきてほしいなと思ってます。続いて吉崎くんですね。こちら安定の、打率3割2分4厘ということで、今年は1番で、まあ、思い切って起用してたんですが、まあ、ホームランはね、過去自己最多の17本ということで、今年もね、最多安打のタイトルを獲得したんじゃないかなと思いますが、晩成っていうのが非常にいいですね。そして江本くん、まあ、去年ちょっと微妙だったんですが、今年はね、初めて3割に、規定到達して3割に乗ったということで、非常に優秀でしたね。で、なんか途中で守備職人の、能力も獲得しましたので、まあ、肩はあんまり強くないんですが、センターでやってもらってます。そして小西くんですね。まあ、セカンドをメインでやってもらって、今年は打率3割飛んで7厘と。で、チーム最多の31盗塁ということで、まあ、1番小西くんでもいいんですが、やっぱりね、ちょっとパワーが低いということで、ちょっと考え物ではありますね。まあ、もう33歳なんですけれども、一応超晩成とついてるので、まだまだやれるかなと思っております。そして、三枝くんですね。三枝くん、おそらく3割乗ったのは初めてかなと思うんですが、3割29本81打点ということで、ホームランもキャリアハイですかね。あと1本打ってほしかったですが、今年は結構頑張ってくれましたね。まあ、もうそろそろ全盛期が終わってくる年齢ではあると思うんですけれども、ちょっと早めに優勝しないとまた戦力が一気に落ちてしまいますね。そして、浦田くんですね。浦田くんは、まあ、今年もね、チームトップの33本塁打ということで、まあ、打点がね、もうすぐで100だったんですけれども、まあ、悪くはないかな、という感じですが、浦田くん、ちょっと劣化してきてますね。衰退期に入っております。
いやー、浦田くんが全盛期のうちに優勝しておきたかったんですが、ちょっと来年また一気にねどっと弱くなる可能性があるので、ちょっと来年が勝負ですかね。続いて野々垣くんですね。野々垣くんが思ったよりホームランが伸びない23本ということで、まあ、打率は2割7分6厘と悪くないんですけれども、まあ、30本打ってほしいなと個人的には思ってるんですが、やっぱり特殊能力がねパワーヒッターかなんかつけないと厳しいかなと。でももうそう、あ、衰退期入ってるんですね。いやー厳しいかな。そして二見くん前半は結構調子よく3割乗ってたりしたんですが、最終的には2割5分3厘、17本塁打ということで、まあ、二見くんもねもう年齢がちょっとやっぱ主力の選手の年齢が高くなってきてしまっているので、うん、ちょっと来年がね本当に来年優勝できないと厳しいかなと、個人的には思ってます。でバルガー選手の途中まではね、まあ、DH、途中から高杉と、併用という感じで2割7分8厘17本ということで、まあ、悪くはないんですけどね、やっぱ守備ができないっていうのがちょっと厳しいかなと。ちなみに大迫くんですが、まあ、チーム唯一の規定到達者で防御率 2.76 の12勝6敗と、めちゃくちゃエースとして大活躍しておりましたね。やっぱり大迫くんがいるかいないかで今年だいぶ違ったんじゃないかなという、感じですね。いればもしかしたら優勝もありえましたね。というわけで最後に年間表彰式見て終わりにしたいと思います。まあ、今年はね誰か選ばれているかどうかですけれども、ベストナイン吉崎くんですね。浦田くんは選ばれずということで、吉崎くんが、1人だけ選ばれております。ゴールデングラブは、内野3人シンボリーくん、吉崎くん、小西くんと、外野手で元くんですね。4人今年は選ばれてます。また3球団からしか選ばれておりません。タイトルですけれども、新人は選ばれず、楽天が非常に強いですね。そして吉崎くんが、最多安打、何年連続か分かりませんが最多安打のタイトル、金指くんが最優秀中継ぎと、いうことでタイトルは2人ですね。さて13年目のシーズンが終了しました。まあ今年はちょっとね大迫くんが抜けたことで結構しんどいシーズンになるかなと思っておりましたが、まあなんとかねクラスにつけることができました。ちょっと来年が勝負だと思っておりますので、まあよろしければねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今年は FA で出てくる選手いないようにお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー来たかー、頼む、誰だ、犬虫 FA 宣言。まあ今年あんまり調子良くなかったからいいか。これはおっと吉崎ポスティングかー、きついなー。まあポスティングお金増えるのでいいにはいいんですが、まあファーストはしょうがないか。今年は2人か、2人いなくなるのきついなぁ。